はい、お待たせしました、今月もよろしくお願いします、クロスロードこれから始めます。今回のテーマは、特にこれというのは、まあ、はっきり言ってないんですけど、ぼんやりとした感じで、冬っていう感じ、まあ今は冬ですけどね、まあ、冬の気配とか最近ねブログとかでよく書いてるんですけど、というか写真をねお散歩に、近くに出かけたりすると意外と今まで何気なく見えてた景色が結構こうなんかフレームの中に入れたりしてみると結構なんかまた別の普段に見慣れてるはずの景色がなんかあんまり違う感じに見えたりするっていうのがあって、別に私カメラマン志望でも何でもないんですけど、なんとなくちょっとアートな気分になったりするわけです。でそういうのってなんかこう自己啓発セミナーじゃないけどなんかこう自己ある程度モチベーションを上げる意味においてはなんかねマイブームじゃないけどそういうまあ本当にささやかな自分の楽しみというかそういうものになっちゃってて、であちこち写真撮ってるうちになんかなぜかやっぱ冬って当然のことながら日本は四季に恵まれてるってこともあるんですけど、なんか独特の東京にいてもその雪が降ってるからとかそういうことじゃなくてなんか、冬の景色の佇まいとかそういうのって感じるなと、なんか思い至るというか思うようになって、それで、なんか最近やたらとパチパチ撮りまくってですね、皆さんにブログで無理やり、こういう感じだぜみたいなことで見てもらっちゃってるんですけど、でそういう時になんかこう音楽ってこうなんかこう BGM 何がいいのかななんて、まあ、考えることもあると思うんですけど、僕なんかはすぐ割と考える方なんで、それで一番のはやっぱりプログレだよななんて最初気楽にそういうの思ったんですけど、でもまあプログレだけかみたいな話もあったりして、いやなんかフォークもあるんじゃないのみたいな人もいたりしたんで、あフォークもそういえば あるかみたいなね、でいろいろでもレゲエはやっぱ違うだろうなみたいな、ちょっと遅かったね、すいませんもう始まっちゃったんだよ、待ってます、待っててくれますか、すいません、ゆういちくんとじゃあちょっと軽くあとでお話してください、すいません、イゴミシャスです、アニパンク、そんなにそういうじゃない、静かに見てください、静かに、はい、ボブディランはいいですね、いやボブディランじゃないけど、まあ、とりあえずボブディランもいいんですけどディランもいいんだよ、ディランもありなんですけど、今日はたまたまボブディラン持ってきてないんですけど、そうじゃなくて、だからまあいろんなね BGM があって叱るべきだなと思って、でいろんなだからプログレだけだと大体またかよって感じもあるし、それにねもうちょっと新しいものも知りたいなっていう、自分自身もまず紹介したいなと、であえて冬にもうかこつけてっていう感じです。今日はだから決してそのこれが冬だっていうものではありません。あえて僕の中で勝手にイメージした冬がいろんなところでつながってリンクしているうちにいろんなものが出てきちゃったっていう、そういう感じなんですね。ですからそんな感じで今日は見たり聞いたりしてください。で、まず最初に聞いてもらうのはですね、こちらに、後でレコード版、今日せっかくアナログを全部、CD じゃなくてアナログに全部したのは、まあ、バインストの本というじゃなくてジャケットを見てもらいたかったので、ただ暗いですよね、だからご覧になりにくいと思いますけど、後でお回ししますんで、お時間のある方後でまだ余裕のある方、これ終わった後でもご覧になりますけど、今からこれ回しますけど見てください、なかなかジャケットは面白いです。で、これは別に何の変哲もない、2個ですね、もうなくなってしまってますけど、2個のディエンド、ディエンドってもちろんドアーズのディエンドを彼女なりにアレンジしてやってるんですけど、冬というかなんというか、重くて暗い感じで、ちょっと聴いてください。2個で曲はディエンドです。あ、はいはい、じゃあちょっと、
2個で「The End」を聴いてもらいましたが、ちょっと長い曲だったんですけどね、まあ、2個はもともとベルベット・アンダーグラウンドと一緒にやることによって有名になって、そして、まあ、本人的に別にそれが良かったかどうかは、まあ、まあ結果として、こんだけ語られるのはやっぱりベルベットと一緒にやったからだと思うんですけど、でも、ソロでもね、アルバム出してますし、で、まあ、今の作品もそうですけど、ジョン・ケールっていう人が、ベルベットのね、メンバーだった人ですけど、もちろんそのジョン・ケールが彼女を結構支えて音楽的に、プロデューサーをやったりとか、あと、まあ、バンドメンバー紹介したりとかっていうことで、何くれとなくこう、まあ、ちょうどイギーポップのなんかこう面倒をデビッド・ボーイが見せたみたいな、そういうような、同じ関係だとは思わないけども、そういうような部分はありますよね。で、今のアルバムもそうなんですけど、まあ、面白いのはね、解説、これ日本版で解説が入ってるんですけど、今気がついたんですけど、ジョン・ケールのことジョン・ケルって書いてありましたから、当時は分かんなかったのかどうか分かりませんが、表記がジョン・ケルになったんで、ケルって何だろうと思ってました。そしたらジョン・ケールだったんです。あと、そして、ブライアン・イーノと、フィル・マンザネラが参加しているということで、まあ、偶然なんですけども、たまたまこういうなんか冬をなんかテーマになんかいろいろちょっとレコード探してたら、そういうのも出てきて、後で、聞いてもらうかどうかちょっと分かりませんけど、それらの人たちも、なんか僕の中には入ってるんですよね。で、さっきジャケットの話もしましたけど、ジャケットはまあいろいろ面白いものがあります。これはピールですね。再結成いろいろ、するとかっていうことなんですけど、パブリック、イメージ、リミテッドなんですけど、ピールなんですけど、ピールの、まあ、これは当然、これは普通に、彼らをこう、なんですか、メンバーを動物に見せるかなんか分かりませんが、こう絵にしたっていう、まあ、こういう、まあ、要するに、ペインティングで表現するってまあ普通だけども、この大きさだとどうしてもサイズがね、やっぱり CD だと全然小さいじゃないですか。だから、なんかこの大きさの迫力があんまり伝わってこないっていうのはちょっと残念だったりして、まあアナログだと、見づらいかもしれませんけど、結構タメツスガメツこうできたりする、これはフランスのパリのライブのやつですけど、で、同じように、これペインティングっていうか、これも完全にロゴデザインですけど、これは TG ですけど、TG といえばもちろんスローピングリスルの頭文字を取ったもので、スローピングリスルはデニス・ピオリジという、危なおっさんがですね、まあ率いていたアナーキック集団で、著作権全て放棄しますみたいなことをね、バージンプリンズなんかもそうですけども、クラースだとか、そういう人たちも同じように言ってましたよね。で、でもただこのマークはともすると、ライトニングボルトと似てるので間違いやすいっていうのが、ライトニングボルトはサーフィンとかね、そういうやる人もおなじみだと思うんですけど、似てますっていうか同じだよね。ただ TG って書いてあるだけじゃ、これセカンドです。で、だからセカンドアニュアルレポートってなってるんですけど、後で、まあ、チャンスがあったら、聞いてみたいということだったら、ぜひ聞いて、笑う時間を設けます。